はい、What's up? 哲也です。今日は高橋陽一氏も期待、有本香里 VS 小池百合子、東京15区衆院補選というテーマでお話してみたいと思います。昨年9月に発足したばかりの日本保守党なんですけどね、いよいよ最初の戦いが始まりそうです。初陣ですよ。先日日本保守党代表の百田尚樹氏が今年4月の衆院補選で東京15区、これ江東区なんですね、基本的にはその江東区の補選に日本保守党から候補者を出すと明言しましたからね。4月下旬に予定されている補選は長崎3区と島根1区とこの東京15区の3つなんですよ。長崎は例の君頭悪いねでおなじみのね谷川弥一さんが辞職した後の選挙なんですね。長崎は選挙区がですね4つから3つに減らされるんですよ。それで自民党はね、仮に当選しても再度調整が必要になるのでね、まあ不戦敗を選ぶ可能性があるとも言われてるんですね。本当に立てるかどうかちょっとこう微妙なんですね、候補者をね。それから島根一区は、安倍派の前身である細田派のね、領袖だった細田博之さんの死亡に伴うものなんですけどね、ここは保守王国なので自民党は絶対落とせないと考えていることでしょうね。そして焦点はやっぱり東京15区。ここはね、江東区長選をめぐる買収の罪でね、検挙されたあの柿沢未途氏の後釜をどうするかって話なんですけども、前任者、つまり柿沢さんの前任者のね、秋元真利氏も収賄で逮捕されていることからね、政治と金の問題でケチがついているので、ここはね、自民はまだ候補者出せない状況なんですよね。岸田さんは6月が、ラストチャンスと言われている解散総選挙に打って出るにはですね、4月の補選で少なくとも2勝1敗の成績を収めておくことが最低条件と言われているんですね。そこで急遽浮かび上がってきたのがね、なんと日本初の女性総理を狙っていると言われているね、あの小池百合子さんなんですよ。小池百合子さんがね、何か画策しているようですよ。このあたりのいきさつについてはね、あの数量政策学者の高橋陽一氏が実に興味深く解説してくださっているのでね、その内容を紹介したいと思います。デイリースポーツに書かれていました。小池百合子都知事の国政復帰から総理についにジョーカーが高橋陽一氏、政策はむちゃくちゃも麻生さん落としたらというタイトルです。よく分かりにくいと思いますけど、中身読んでみますね。元財務官僚で経済学者の高橋陽一氏が2月9日 YouTube チャンネルを更新、裏金問題による派閥の解散で自民党が混乱状態にある中で、小池百合子東京都知事が総理候補として注目を集めているという話題を取り上げた。高橋氏はついにジョーカーが出てきたとにやり、普段は何もしなくてこういう時だけグイッと出てくるのが小池さん、彼女の最も得意とする分野と小池劇場を予測した、ね。確かに小池さんってね、普段何してるか全然わかんないんですけどね、何かこうイベントごとがあるとこうなんか目立ちますよね。スポットライトを浴びる人ですよね、この人ね。天性のものがあるんじゃないでしょうかね。公職選挙法違反で逮捕起訴された柿沢未途被告が議員辞職した補欠選挙が4月に行われ、そこに自民党に協力するモーションを出す形で国政復帰を図るのではと、コメント。なるほどね。補選に出て国政復帰をして、そして自民党を支配するみたいな、そんな感じですかね。小池さんも70歳を過ぎているからラストチャンスと話した。小池さん70歳過ぎてるんですね。若いですね。なんか活力ありますよね。なんか牛肉とかね、ガンガン食べてるらしいですよね。小池さんってね、僕ね、昔から知ってるんですよ。あの番組なんて言ったかな、あの竹村健一さんが解説する、ね、コーナーがあって、そこに小池百合子さんが司会者として出てたんですね。やっぱりね、小池百合子さん機転が利いて頭が良くてね、明るくてね、チャーミングでしたよ。で、今の雰囲気とまたちょっと違う、若干お色気のある
美人という感じでしたよね。まあ今の姿とはだいぶ違うんですけど、皆さんね興味があったらネットで検索してみてください。ほうっていう感じです。はい普段は制作はむちゃくちゃなんだよねと、2017年に築地市場が豊洲に移転する際に小池知事が安全だが安心ではないと発言して会場が遅れたことを引き合いに、あれで豊洲の開発がものすごく遅れちゃった、千客万来だって開業が遅れてひどい迷惑をかけているのに全然シャーシャーとテープカットしている、すごいよな、あの方こそザ政治家、こういう政局の時こそやる気が湧いちゃうんじゃないのと話したということでね。これ千客万来っていうのはあれですね、なんか商業施設ですね、豊洲にあるね。まあこの小池さんがね、安全かもしれないけど安心ではないようなことを言ってですね、結局あの開業を引き延ばしたということでね、まあ千客万来にしてみても非常に迷惑を被ってるわけですけれどもね、自分が中心になってシャーシャーとテープカットに参加してね、ニコニコ笑顔を振りまいてたということで、すごいなという感心してるわけですね。はい、肝心の総理への道に関しては岸田派だって麻生さんを落としたらなれるかもしれない、大宏池会を落としたらなれるかもしれないと、ありえない話ではないと睨んだ。つまり今ですね、自民党の主流というのはやっぱり解散したとはいえ岸田派で、またそれと大宏池会を組んでいるとも言われているこの麻生派ですよね。その2つを落とすとかなり総裁になる確率が高まるわけですよね。まあそのこともあってね、やっぱりあの高市さんが厳しいんじゃないかと言われているわけですよ。で高市さんが本当に麻生派とか岸田派も落としていければあの可能性あるんですけど、なかなかね、まあ、麻生さんは上川さんを推してたりしてますからね、厳しいんです。小池さんが来たらどうなるんでしょうかね。まあその辺が面白いところだということですね。小池百合子さんが総理総裁を目指していると見ているのは高橋洋一氏だけではありません。実は日刊現代にもこのような記事が出ていました。小池都知事女性初の総理へ自民の混乱は絶好期、茂木幹事長岸田首相との面会に永田町騒然というタイトルなんですね。何を企んでいるのか。東京都の小池百合子知事が元気に飛び回っている。2月2日小池知事は自民党本部を訪問して茂木幹事長と面会、すごいですね。その足で首相官邸に出向くと続けて岸田首相と会談した、ね、すごくないですか行動力ね。小池知事は記者団に子育て政策について意見交換したと説明したが、誰もそんなの信じちゃいない。そりゃそうでしょうね。補選に出るから勝ったら総裁にならせてくださいとお願いに行ったんですよとか口が裂けても言えないでしょうからね衆院補選の話だろう、小池さんが立候補して国政に戻ってくるのでは宣戦布告かと憶測が飛び交い、永田町は騒然とした。東京都の江東区長選をめぐる買収などの罪で起訴された柿沢未途被告がおととい、議員辞職。衆院東京15区の補選が4月28日に行われる見通しとなった直後だからだそうですね。タイミング的にはそんな感じしますよね。柿沢被告の支援を受けて当選した木村弥生前江東区長も公職選挙法違反で辞職し、昨年12月に行われた江東区長選では小池知事の都民ファーストと自民公明が推薦した元東京都政策担当部長の大久保智香氏が快勝、女帝の力を見せつけた。これ東京ではね、小池さんってものすごいやっぱり力があるんですね。次にも書いてますけどね、江東区を含む東京15区はいわば小池都知事の天領のようなもの。天領というのは江戸幕府が直轄する領地ですね、まあ、自分の庭のようなものってことですかね。東京15区っていうのはね、豊洲もあるんじゃなかったかと思うんですよね。書いてますね。2日の江東区の豊洲千客万来オープニングセレモニーに登場し、区長と並んで笑顔を振りまいていた。すごいな。江東区長選は小池知事の支援がなければ勝てなかった。今年1月21日の八王子市長選で、自公推薦候補塩明和夫氏が勝てたのも、最終盤に小池知事が
応援演説に入ったおかげだと言われています。自民党が逆風にさらされている今、小池知事が15区補選に出てくれば勝てる人はいない、もし総選挙になっても太刀打ちできそうにありません。これは自民党東京都連関係者が言ったということですね。それから都知事参戦出馬について態度を明らかにせずということでね、岸田首相が9月の自民党総裁選で再選を目論んでいるなら引きずり下ろされる前に解散総選挙に打って出るしかない、有力視されているのは6月23日まで続く通常国会の会期末解散だ。ちょうどその頃6月20日告示、7月7日投開票の日程で都知事選が行われるが、小池知事は参戦出馬についてまだ態度を明らかにしていない。まだしてないんですよ態度。ちょっと不思議ですよね。もうそろそろしとかないとおかしいじゃないですか。いろいろ目論んでるんでしょうねやっぱりね。タイミング次第で総選挙に乗り込んでくることは十分考えられるし、その前に4月の補選で仕掛けてくる可能性もある。不人気首相に裏金問題が重なり、次回総選挙で自民党はかなり厳しい戦いを強いられる。小池知事が新たな都市型新党を率いて自民党を解釈しますとでも言えば、そこそこ議席を獲得するだろう。自公が過半数割れならキャスティングボートを握り、連立政権で小池首相というシナリオが考えられる。へえ、いろんなこと考えられるんですね。それ以外に気脈を通じる前原新党や国民民主党、日本維新の会、自民党の一部と組んで、政界再編という手もある。そうですね。派閥解散で自民党が混乱している現状では、女性初の総理という野望を捨てていない小池知事にとって絶好のチャンスなのです。これ自民党閣僚関係者が言ったってことですね。小池知事は、2月2日公明党の山口代表とも面会。山口さんともあったんだ。小池知事と関係良好な公明は連立政権に文句はないだろう。その延長には公明や維新とのパイプが太い菅前首相や二階元幹事長の存在もちらつく。二階さんとはね、この中国つながりですごいですからね。一緒に防護服を送ったりしましたからね。はい、すごいですよ。岸田首相を快く思ってない自民党内の非主流派が小池知事を担ぐ可能性も排除できない。今年で72歳の小池知事が最後の勝負をかけるのか、岸田首相は気が気じゃないはずだ。まあ、そういえばね、数日前小池さんはね、中国が嫌がる台湾に行ってね、蔡英文総統らと面会しましたよね。その後中国から大批判が来たんですけどね、小池さんはね、都市外交は重要ですよとね、見事に反論していましたね。台湾は国と別に思ってるわけじゃなくて都市だと思ってるんですよと、その都市外交は大事です、ね、東京都としてやってるんですみたいなね、もうぐうの音も出ないような反論してましたね。まあ、このあたりの動きもですね、まあ、自民党保守派や保守系の一般国民のね、受けを計算しているとの見方もできますよね。将来の首相を目指してね、小池さんは確かにね、パフォーマンスはもう超一流ですよね。そこはね、もう認めなくてはならないでしょうけどね。まあ、日本という国をリードしていこうとしている、ね、どのようにリードしていこうとしているのか、この辺はねちょっとね気がかりなんですよ。なぜ気がかりかというとですね、まあ、このように僕が書きました。小池百合子氏が自民党総裁の椅子を狙っているという説が急浮上。まだ都知事選出馬を明言していないことも憶測を呼んでいる。誰が自民党を救おうが壊そうが知ったことではないが、ビジョンなき総理の誕生は迷惑でしかないというふうに書いたんですね。ちょっとねこのことを理解してもらうためにね、日本の国益 CFJ という人がこのように書いてます。東京の人がなぜ公約達成ゼロの小池百合子に投票するのか本当に謎。公約にない欧米で売れなくなった太陽光設置を条例で決めた中国の傀儡なのにということでね、まあ、小池百合子さんというのはね、12の0と7つの0というのことで全部ゼロにしますってね、待機児童ゼロ、残業ゼロ、満員電車ゼロ、ペット処分ゼロ、介護離職ゼロとか、まあ、いろいろ電柱ゼロとかいろいろ書いてますけどね、どれもゼロになってないんですよね。僕はこのようにポストしました。小池百合子氏、1、ゼロ公約達成率ゼロ、2、
コロナが流行り始めた頃、防護服10万着を中国へ、これでね、日本の医療機関は防護服がなくてね、カッパを着て対応したという話があるんですよ。かわいそうなね、そういうことをやったのが小池百合子さんですよ、ね、これは二階さんの指示というかね、お願い要請に応じてやったということなんですね。それから3つ目、世界で売れなくなった中国製の太陽光パネルを都の新築家屋等への設置義務化、これ災害の時非常に危険なんですけどね、どういう意図があるのか分かりませんけど、こういうことをやったと。それから4つ目、安全でも安心ではないと言って豊洲開発を遅らせた。もうこれ以外にもですね、神宮外苑の樹木の伐採、これね、後で撤回したとか撤回してないとかいろんな話があるので書きませんでしたけどね、公約はほとんどというか全く実行しないのに、公約していないことをどんどんやっていったという感じですね。それも全部ね、どっちかというとやってほしくないことをやってきたという感じが僕にはしています。だが八王子市長選では自公推薦の候補を勝利に導いた。東京の有権者ってどうなのというふうに書いたんですね。東京の有権者と書きましたけどね、日本国民全体も同じかもしれませんよね。小池百合子さんにはなんだか知らないけどね、特殊なね、人を引きつけるマジックがあるような感じがしますね。東京都知事選に限らずね、小池さんが選挙戦に出るとね、太刀打ちできそうな候補はほとんどいないって感じになってしまうんですよ。ですから東京15区に小池さんが出てきたら、どの候補もちょっと厳しいかなと思うんじゃないでしょうかね。逆に政治と金の問題でケチがついた自公にしてみればね、小池さんが無所属で出て勝利してもらってね、その後自公と組んでくれたら、これほどありがたいことはないなと思うんじゃないでしょうか。この件に関して日本保守党の有本香里さんはむしろね、前向きな受け止めをしているようです。こうやって小池さんは観測気球を上げ続け様子見し、最後に決める腹だろう。初陣の日本保守党としては胸を借りるなら相手が大きいほど良いので、小池知事に東京15区補選に出馬してもらいたいところ、両代表はそう明言しています。これは百田さんも河村隆さんもってことでしょうね。実は昨年12月初旬にこの流れは一応想定しましたということでね、もう考えてたんですね。さすがですね。ただ有本さんはね、15区補選に関してはそれほど楽観視はしていないようなんですね。このようなリプがあったんですね。我々日本保守党としては小池百合子氏が東京15区補選に出馬されることを望みますが、というふうに書いてあったんですね。でこれに対してさらにリプがあって、これマサーという方なんですね。日本保守党小池百合子を東京15区補選で倒したとなると、一気に勢いがつきます、というふうに書いたわけです。そうするとね、またリポストしたんですよ、有本さんがね。そんな簡単にはいきませんよ、小池氏が出ても出なくても地盤も資金もない日本保守党には厳しい戦いとなります、ということで、ちょっとね、なんていうかな、ちょっと引き締めて考えなきゃいけませんよという感じで発言されてますね。その東京15区にはすでに立憲民主党が須藤元気さん45歳、元格闘家ですね。僕は格闘技好きなんでよく見てました。変則的な戦い方をする人で面白い人ですけどね。それから維新はですね、金沢優さん34歳、マーケターですね。それから国民民主は高橋真理さん、これは27歳で元フリーアナウンサー。金沢さんにしてもね、高橋さんにしても見た目若くてね、見た目も非常に美しい方のような気がしますこういう人が通りやすいらしいですね。共産党は小堤東さんかな、これ32歳、共産党高等地区委員長をされている方ですけどもね、これだけ野党が一本化せずね、乱立してるんですよね。そんな中でまだ出来たての日本保守党がいわばね、都市空権で、つまり地盤も資金もない、そういう形で簡単に勝ち抜けるほど小選挙区での選挙は甘くないということでしょう。確かにそうだと思いますね。ただし絶対勝てないかというとそうでもありません。日本保守党が奥の手を出せば勝機が出てくるかもしれないんですね。ではその奥の手とは何か、どうでしょうか。そう、有本香里さんご本人が東京15区に出馬するということです。そういう手があるんですね。有本さんは小池さんほどではないにしろそこそこの知名度がありますしね、保守層の人気は絶大ですからね。どうなんでしょう。そこで恒例の徹夜 X アンケートを取ってみました。もし
東京15区江東区の補選に有本香織氏と小池百合子氏の2人が出馬した場合、仮にあなたが有権者ならどちらに投票しますかということでね、聞いてみたんですね。1有本香織、2小池百合子、はい、総投票数は2299でまあまああるんじゃないですかね。はい、結果こうなりました。はい、ドーン、有本香織 95.6%、 小池百合子 4.4%。 まあすごい差ですよね。もちろんね、いつも言っているようにこれはあくまでも徹夜アカウントでのアンケートですからね、まあエコチェンバー効果もあって必ずしも現実を正確に反映しているとは言えませんしね、それなりの偏りもあるでしょうけどね。僕は少なくともネットで情報を検索したりね、それをもとに自分で考えたりする層の中ではね、有本さんが断然強いと思っています。まあ、この点はね、日本保守党の政党支持率に関するアンケートでも同様の結果が出てるんですね。これネット保守連合の事務局高杉さんという方がこのように書いてます。週刊女性自身、次の政権を取ってほしいとウェブアンケート1000票、衝撃の圧倒的1位はで、自民党が313票ですね。あと立憲とかいろいろ続くんでしょうね。維新とかが続いて、日本保守党は8票しかなかったんですね。1000票中の8票しかなかったんですよ。ネット保守連合ツイッターアンケート、これはですね、投票数がなんと55,811票ですよ。そして自民党が 14.5% で8092票、維新の会が 13.6% で7591票、参政党が 11.5% で6419票、保守党見てください、 60.4% 33709票、圧倒的1位だということなんですね。つまりもうネットの世界ではね、まあ、圧倒的な人気を日本保守党が得ているということなんですね。それがまあ実際の選挙にどう反映するか、これはまた別なんですけどね。やっぱり日本保守党はネットでは他を圧倒する人気がありますけどね。だからといって現実の選挙とアンケートでは全く異なりますので、実際の東京15区の選挙で有本さんが絶対ね、断然有利とまでは言えないでしょう。また有本さんが出ない場合、それ以上有力な候補というのもなかなか見出せないのではないでしょうかね。また有本さんは衆院の補選より東京都知事選に出てほしいとの声も結構ありますよね。まあ実は僕もどちらかというとそっち派なのかもしれないんですけどね。それで有本さんが出ないとなると、東京15区の補選において特に小池百合子さんが出馬した場合にはですね、日本保守党の候補が勝てる見込みはそれほど高いとは言えないでしょうね。しかし日本保守党がいわば救国の党として結党された経緯から見ても、厳しいから候補者を出さない、厳しいから戦わないという手はないでしょう。むしろここは Go for broke、 当たって砕けるの精神で果敢にチャレンジする姿を国民に見せることが大切だと思うんですね。そうすることによってこそ明日につながるからですよ。そう思って僕はこのようにポストしました。日本保守党はまだ弱小政党ではあるが、その潜在力は計り知れないほど大きい。東京15区の選挙ではたとえ相手が小池百合子氏だろうと、死力を尽くして戦おう。勝機はもちろんあるし、勝敗に関わらず必ず次へとつながる。とね、まあ、日本保守党にはね、これからもちろん勝ちにこだわりながら、死力を尽くして頑張ってもらいたいですね。そうすれば実際の結果はどうあれ、必ず明日につながります。当然僕もね、あまりにも微力ではありますけれども、精一杯応援させていただきたいと思っています。皆様もそれぞれの立場で一緒に日本を良くしてまいりましょう。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 チャンネル登録をよろしくお願いします。